どうもデンです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのはこちらになります。グラミチのボンディングニットフリースナローパンツになります。結構これ最近買ったものではないんですけど、最近広告とかですごいよく出てくるので、多分冬の季節にすごい重宝するものなので、企業の方も多分今一押しで出しているものだと思うので、紹介したいと思います。でこちらのパンツなんですけれども、結構冬とかでもすごい暖かくて、自分は毎シーズン履いてるものなんですけれども、で結構すごく暖かくて、こんな感じで裏起毛になっていて、すごい暖かいです。これにアークテイクスのアトモのフーディーとか着たりすると、結構それだけでお外簡単なお散歩とかでは重宝するようなものになります。でポケットはこんな感じで斜めから入るポケットが両サイドにあって、あと後ろにポケットが、ここはジップ式のものになるんですけど、ここにポケットがあるので3つのポケットになります。でこちら のベルトが、この製品だとベルトがこんな感じで、もう最初からベルトがくっついてる状態で、ここはボタンなんですけど、ボタンで止めて、でここのフックにかけて、こんな感じでフックにかけてあげて、履いた後にここを引っ張るだけで、こうやって閉まっていくので、それだけでも履いてきつくできるような感じになります。こんな感じで素材もすごい柔らかくて、で表面はニットのように見えるニットフリースっていうものを使用していて、伸縮性があるので、本当ストレスがなくて履けるようなものになります。で裏面はマイクロフリースっていうものになっているので、風が通りにくくて保温性にも優れているので、とても暖かくて、冬場は本当に重宝します。しゃがんだ感じもこんな感じで伸びるので、すごく簡単に座ったり立ったりとかもできる感じになります。で自分がこれ持ってる方は、ナローリブパンツっていう方なんですけど、ここの裾の部分が、縮まっていない普通のイージーパンツっていうのもあったりとかします。自分は他にもグラミチの長いズボン持ってたので、逆にこっちの裾が狭まってる方のものを買いました。ほんとこれだけで、冬簡単なお出かけとか、こういう自分好き、気に入ってよく着てるんですけど、このラルフローレンのよくスウェットとこれを合わせて着てたりとかします。で素材としてはポリエステルが 100% で、リブって言われるところは、アクリル 86%、ポリエステル 12%、ポリウレタン 2% のものになります。自分175で、約65キロなんですけれども、こちらの L サイズを履いております。本当これ1枚で冬は結構重宝するので、もしよかったらご興味あればちょっとチェックしてみてください。でこれ、全部で5色展開していて、オートミールとヘザーグレー、ヘザーチャコール、あとブラックとヘザーオリーブっていう5色の展開になります。で多分自分履いてるのがこれが多分ヘザーチャコールっていう色だと思います。もしご興味あればチェックしてみてください。はい、こんな感じでまた何かいいものとか楽しいこととかあったら動画アップするので、グッドボタン、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございます。